100年に一度戦いの時が訪れ、ネカリが現れる。ネカリは人外の力を持って強き戦士を喰らう。次の戦いの時に多くの戦士が糧となる。はじめの戦士は惑い進む。その身に赤き力を宿す。我は神は人、戦士の弾は我に耐えろ。惑い進む者が戦いに身を委ねた時、赤き力が目覚める。次の戦士は火の神に仕える者。次の戦士、世界を滅びで満たす者。滅ぼす力、すべてを喰らい尽くす力がぶつかり合う勝者。ネカリの到来、それは誠の戦士の証。力を示す。我は死のアギト、戦士の弾は我に返る。